どうも、ふだろでーす。今夜のちょい飲みでございますが、こちらのビールをいただきました。こちらのビール、これです。これなんて読むかわかりませんか、これ。見てね。尾道ペールエールです。これ尾道、広島の地ビールだと思うんですが、これをね、飲もうと思った時に、こちらの後ろのこれを読んでみたら、すっきりドライに仕上げました5つの麦芽と3種類のホップを使って、肉料理、魚介料理だけでなく尾道ラーメンにも合います、こちらの方に書かれてました。というわけで今回はこれちょっと尾道ラーメンを食べながら飲もうかなと思いまして、ちょっとこれ買ってきました。これです。ニュータッチの凄麺シリーズの尾道中華そば。尾道ラーメンと尾道中華そばは一緒なのかどうか分かりませんが、とりあえずは尾道ラーメンということで、これを食べながらこちらの尾道ペールエール、これを飲もうと思います。安住ブリュワリーの尾道ペールエール。ではまずはこちらの尾道中華そば作りたいと思います。こちらは熱湯で5分、袋の中は火薬と後入れの液体スープ、そしてこちらがチャーシューです。蓋の裏話、ダブルの背脂がすごい。蓋めいてしまいました。これで温めます。5分、はい、5分経過したのでこちらの麺仕上げていきたいと思います。チャーシュー、あ、背脂も一緒に入ってます。はい、尾道ラーメンの方は完成しました。ではこちらをいただきながら、安住ブリュワリーの尾道ペールエールいただきたいと思います。ニュータッチの凄麺シリーズ尾道中華そばはこんな感じです。ちゃんと背脂も入っていて、これ、美味しそうです。麺の方は平麺で、ちょっと結構コシがあるような感じで、これも美味しそうです。ではまずラーメンからいただきたいと思います。まずはラーメンいただきます。はい、尾道ラーメンの方美味しいです。これ結構いけます。これいけます。これでビールの方いきたいと思います。尾道ペールエール、では尾道ペールエールいただきたいと思います。今日もお疲れ様です。乾杯。うわ、美味しい。ペールエール特有の麦の香りがして美味しいです。美味しい。尾道ラーメン、尾道ラーメンに合うビール。いいね。はい、ニュータッチの凄麺シリーズ尾道ラーメンを美味しく完食いたしました。今回はこちらの安住ブリュワリーさんの尾道ペールエール、尾道ペールエールに合う尾道ラーメンでちょい飲みしました。ごちそうさまでした。